公益財団法人都市計画協会は日本の財団法人。日本の都市計画に関する事業を担う協会。1917年に後藤新平によって設立された都市研究会を起源とする。1939年に設立された第二本防空協会が廃線で解散した際にはその残余財産を引き継いでいる。1946年に 財団法人都市計画協会として発足し、2012年に公益財団法人となった。都道府県、市区町村及び協会の活動に賛同する民間企業、団体、個人を会員とする。業務の概要一都市計画及び関連する国土計画、地方計画に関する調査研究等に都市計画に関する図書等の刊行と、 町づくり情報の提供3都市計画に関する大会、講習会等の開催4都市計画に関する表彰、各種団体行事等への協力、国際交流活動。ありがとうございます。